は日本の科学者学学位は博士日本学術振興会特別研究員財団法人、サントリー生物有機化学研究所研究員東京大学薬学部助手、東京大学大学院薬学系研究科助教授、静岡県立大学薬学部教授、静岡県公立大学教職員組合委員長などを歴任した。 北海道出身の有機科学者である。有機合成化学、化学生物学、医薬科学などを専攻する。プローブ分子の合成による、膜タンパク質の研究などで知られている。サントリー生物有機化学研究所に勤務した後、東京大学や静岡県立大学で教鞭を取った。1964年2月15日、北海道にて生まれた。 函館ラサール学園が設置、運営する函館ラサール高等学校を経て、国が設置、運営する北海道大学に進学し理学部の科学科にて学んだ。1987年3月、北海道大学を卒業した。それに伴い、理学士の称号を取得した。北海道大学の大学院に進学し、理学研究科にて学んだ。なお、 1991年4月には、文部省の特殊法人である、日本学術振興会の特別研究員に選任されている。1993年3月、北海道大学の大学院における博士後期課程を修了し、博士の学位を取得した。1993年6月、 財団法人であるサントリー生物有機化学研究所にて研究員となり、研究活動に従事した。1996年4月には、国が設置、運営する東京大学に転じ、薬学部の助手として着任した。薬学部の教授である、福山徹の下で、天然物の前後性や、ケミカルバイオロジーについて研究した。2004年11月、 東京大学の大学院にて薬学系研究科の助教授に就任した。2005年4月、静岡県により設置、運営される静岡県立大学に転じ、薬学部の教授に就任した。薬学部においては、主として薬学科の講義を担当し、医薬品製造科学分野を受け持った。静岡県立大学の大学院においては、 薬学研究科の教授を兼務していた。薬学研究科においては、主として製薬学専攻の講義を担当していた。薬学研究科が生活健康科学研究科と統合され、2研究員1学府に再編されると、新設された薬学研究院の教授を引き続き兼務することになった。大学院に研究員学部制が導入されたことから、 薬食生命科学総合学府の講義を担当することになり、医薬品製造科学教室を受け持っていた。また、静岡県立大学で教鞭を取る傍ら、他の教育、研究機関においても、薬食を兼任していた。同名の国立大学法人により設置、運営される、名古屋大学においては、大学院にて2006年と2016年に、理学研究科の講師を、 2011年に工学研究科の講師をそれぞれ非常勤で兼任していた。同盟の国立大学法人により設置、運営される京都大学においては、大学院にて2008年に薬学研究科の講師を2015年に工学研究科の講師をそれぞれ非常勤で兼任していた。母校である北海道大学においては、 大学院にて2011年に地球環境科学研究所の講師を2015年に薬学研究科の講師をそれぞれ非常勤で兼任した同名の国立大学法人により設置運営される千葉大学においては大学院にて2013年に薬学研究科の講師を非常勤で兼任していた同名の国立大学法人により設置運営される 神戸大学においては、大学院にて2015年に、理学研究科の講師を非常勤で兼任していた。同盟の公立大学法人により設置、運営される大阪市立大学においては、大学院にて2015年に、理学研究科の講師を非常勤で兼任していた。関西学院が設置、運営する関西学院大学においては、大学院にて2016年に、 理学研究科の講師を非常勤で兼任していた。同盟の国立大学法人により設置、運営される岡山大学においては、大学院にて2019年に、理学研究科の講師を非常勤で兼任していた。同盟の公立大学法人により設置、運営される名古屋市立大学においては、大学院にて2020年に、 薬学研究科の講師を非常勤で兼任していた。同盟の国立大学法人により設置、運営される徳島大学においては、2021年に薬学部の講師を非常勤で兼任していた。なお、日本国外においては、2012年にコロラド州立大学よりファイザー特別講師に選任されている。2021年7月24日。 静岡県立大学薬学部の教授として在職中のまま死去した。専門は科学であり、特に天然物合成、有機合成化学、医薬品科学、ケミカルバイオロジー、といった分野の研究に従事していた。医薬品として活用できそうな生理活性を持つ天然物の合成や新しい合成反応の開発に取り組んだ。また、竹に由来する。 天然物についても科学的な検知から研究していた。具体的にはプローブ分子の合成による膜タンパク質の機能の研究や食品に含まれる有効成分の合成を通じた生物有機化学の研究を行った。ワインなどに含有されるポリフェノールの研究が知られておりグローバル COE プログラムに採択された静岡県立大学の 健康長寿科学教育研究の戦略的新展開プロジェクトでは、緑茶に含まれるポリフェノール類の生物、有機化学的研究等を題した研究を通じて参加した。顕著な生理活性を有する含む窒素化合物の効率的合成の業績が評価され、有機合成科学協会より2002年に有機合成科学奨励賞を授与された。さらに、 効率的なヘテロ間構築を基盤とする生理活性天然物の,の合成の業績が評価され、同じく有機合成科学協会より2012年にアステラス製薬生命有機化学賞を授与された。また、有機合成を基盤とするガンマセクレターゼの機能解析研究の業績が評価され、2004年度の日本薬学会薬学研究ビジョン部会賞に選定され、 2005年7月の創薬ビジョンシンポジウムにて授与された。学術団体としては、日本薬学会、日本科学会、日本農芸科学会、日本科的学会、日本プロセス科学会、有機合成科学協会、プロセス科学会、などに所属した。必要とあれば、自分の専門分野についての講演を英語でこなした。ありがとうございます。